潰したいやつ。ファーケー、どうした。You!
せる。ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち傷つけさせねえ。最後の力を振り絞った拳がガーラの頬を捉える。だがそれは憎しみのこもった拳ではなかった。同じ境遇の者だけに通じる悲しみと同情があった。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。なんでお前は他人のためにここまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた大切なみんなだから。大切な。そうか、だからこいつは強いのか。孤独の苦しみを知るナルトにはガーラの気持ちが痛いほど理解できたのだ。しかし今のナルトには存在を認めてくれた大切な者たちがいる。ガーラの横暴を許すわけにはいかない。愛情を持つ者の強さを思い知ったガーラは戦闘意欲を失い砂の忍びたちに支えられて去っていった。自分もいつかはナルトのようになりたいと願いながら。